今年3月に卒業した大学生の就職率は98.1%で過去最高だったことが厚生労働省などの調査で分かりました新型コロナウイルスの流行が収束したことや企業の人手不足などが背景にあるということです厚労省によりますと3月に卒業した大学生の就職率は98.1%で前の年から0.8ポイント上昇しました コロナ禍前の2020年3月卒の就職率98.0%を超えて1996年度に調査が始まってから過去最高となりましたまた短大生の就職率は97.4%で前の年より0.7ポイント低くなりましたが過去5番目の高い水準だということです厚労省はコロナの影響がほとんどなくなった 企業側の人手不足は深刻で採用活動に積極的な企業が増えていて売り手市場が続いていると分析しています。